ばいな、めっちゃ人がいる。今からですね、ある短髪兄貴に会うんですけれども、ブルードでライバーをやっている源也くんっていう短髪ひげの兄貴がいるんですけれども、その人に今から会う予定です。そろそろ待ち合わせの時間になったんで、多分いると思うんですけども、あ、いた、はい、はい、はい、行きます。さあ、いました。はじめまして。あ、ちょっと喋って、おー、はい、すげー、すげー、すげー、配信中、配信ましてあれか、僕だか、そう、僕だ。はじめまして、よろしくお願いします。原薬って普段何やってるんですか？普段、うん、仕事とか、あ、そうそうそう、なんか言える範囲で、言える範囲で、そうそうそう、もうあれよ、あれよ、もうやんなくてます。え、それなんかさ、事務所に所属してるの？そう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 。あ、そうなの、うん、え、だから俺フリーになりたいなとは思いつつも、で、あ、じゃああれだ、ね、なんかそしたらもう。来るかもしんない。いや、今僕の友達ナリ君というナリオックス君がいるんですけど、ナリオックス君も梅田に実はいるっていうことで原薬かもしんない。もうめちゃその後でちゃイケメンやからね。イケメンに挑戦。あら、あ、残念、イケメンに会えなかった。イケメンに会えなかった。じゃあ、なりちゃん、この動画を見たときに、そういうことなんだ。どういうことか分かんない。どういうことやろ。すげえ、7年も続けてるわけやから。そうだよね、7年。7年、7年やった。7年も僕できるかな、自信、体と体やらなきゃいけないじゃん、うん、全然いいよ、やばい。自分で。え、ちなみにさ、今さ、彼氏いや、見たことない。なんで作らないんだ、作らない。もうそれは一匹狼でずっといる。いや、そういうことでもないけど、付き合いたいと思った人がいないっていうのもあるし、どんなのがタイプなの？年下で背が低くて可愛い、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 年下で背が低くて可愛い人を募集してます。概要欄に源也くんの Twitter のアカウントを貼っているので、興味がある人はぜひここから源也くんに DM してください。でも返事が来るかどうかは確約はしません。甘いの好き？好き好き好き。優しい。めっちゃ今あの100点マークがいっぱい上で出てくる。やばい。あ、おいしい。え、あ、やばい。じゃじゃーん。え、これ原野くんは選んでくれました。多分美味しい。めっちゃ、え、ちょっと写真撮った方がいいよ。できるかな、これですけど。じゃあもう、ゼロペースマスパス。あはは、ありがとう。よろしく。夏だしね、夏だしね。そうそう、夏だしね。ちょっとね、どうですか？海行きたいんです。あ、いいね。プール行きたいんです。一緒にどうですか？王様だったらどこに行くのもんか？まあ、どこ行くんだろう。え、その妻とかに。これ、焼いてくれるよね。この間、20日に行ってきた。健康うん。それはいい意味で悪いと思う。そっちも、うん、なんか映像で見てるのも気持ちがある。あー、まあ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 、それはそうですね。あの
はい、作ってます。舞台服教師の役とやってるんですけど、警備員の役と、まあ、配管工事の役と。ちょっとあるでしょ、もうオラオラになるんですか。そういう時もあるわけ。でも逆にオラオラ、あ、これオラオラじゃあかんなっていう時の役もあるし。さて、今からかっこいいヤンキー玄也くんと一緒に梅田の観覧車に乗ります。めっちゃどういう展開なのかな。そう。はい。はい。梅田の観覧車。キラキラしてるよ。ボスって感じ。ボス。これなんかさ、実際梅田も住んでる人はさ乗らないんだよね、これね、うん、聞いたんだけど乗らへん地元の人はね。これあれか、めっちゃ消毒、あ、消毒してるのね、シーバーは捨てるわけか、そういうこと、そういうことや。ゲイラくん、こっちこっち、こっちこっちこっち、よっしゃ。はい、ということで密室の中でゲイラくんと約15分間過ごしたいと思います。何が起こるかは見てください何が起こるかは見てください。よっしゃ、じゃあこのようにって、嫉妬されそう。言うことね、俺が言うことが怒られてる。大丈夫だと思う。絶対怒られるやつやん。てめえ、いや言わないわ。そうなんだ。まあそうやろね。まあちょうど冷やかないするけど。え、原薬はさ、なんかさ、ムラムラすることないの。なんかの気持ち。なんやろう、なんか大雨遣いで怒られやられたら、もう、おってなる。うどめ絶対でやめれたら、うどめ絶対で。でも、それで。そう、言ってもらってるから。あ、違った。間違ってる顔しちゃう。そう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 。それでやったら、もうなんか、押しダウンってなって、で、困ったところに投げて、こっちに投げて、こっちに投げて、皆さん、ゲイヤ君と、仲いい関係になるためには上目遣い、上目遣い1、上目遣い、でそれで力を抜くことになったら頭をこうやって丸めてあげるみたいな、グリ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 したらこんな感じで、でそれ向きにもう、あ、この子おかしだろうっていうふうにやばい、食べられちゃうの。もうね、上目遣いすると出られるから、で、あ、もうでもしょうがないんだけど185やん。そうなんで大概上目遣いされてる。そうだから全員食べられると思って本当やばい、横にいたら食べられちゃう。あ、うまい。で、体はどういうの甘いの。あー、それはまあそう、大変だな。もう極端じゃなければ、で、食欲あるな、思ったのはちょっと気にしていたな。じゃあここに動くとかは、もう細すぎひんかったら大丈夫、僕は大丈夫、大丈夫、イエーさあ、おきんよかった。あ、すごい、ほんまにすごい。え、どこ、これはもう飲み心地がある、ほんまにある。じゃあ、僕が今からゲリラ君にマイボディを披露したら、ゲイヤ君がどうなるかを実験したいと思います。マイボディを披露して、それはもううーわ、すっごい、めっちゃ狂気出てる、すごいね、ほんまにすごい、これやばいな、めっちゃ鍛えたエロいもはい、マイボディを披露した時のゲイヤ君の表情が撮れました。いただきました。俺
絶対ユウト君怒られる。怒られるでしょ。ここに立ってロックでユウト了承済みって書いてある。